テンプレートという機能を使いまして、キャラクターのイラストをなぞりながら箱とかを置いていってバランスを取るっていうことに入りたいと思います。これをガイドにしながら作れば 3D の中でバランスを取る必要がちょっとなくなる。おー、これでも簡単ですね。これはそうですね、簡単ですよ、ね、これは簡単じゃないですか。まずは最初このループカットとどんどん使って太さのバランスだけ整えてしまうというのが最初はいいと思います。おー、なるほどなるほど。先にちょっと肘のお話ししちゃいましょうか。はい、肘とか膝の場合はですね、同じような感じでループカットを使いはするんですが、うん、曲がってこのへこむ側の方にはポリゴンはそんなにたくさんいらないんですね。ほうほうほう。ちょっと肘だけ見やすいように一回そこだけの表示にしましょうか。オブジェクトモードで腕を選択したら点キーのですねスラッシュを押してもらっていいですか。あ、ほんと。おうおうこれソロ表示っていうものでここだけの表示になるんですね。もう一回スラッシュを押すと戻ります。おお、なるほど。これ便利ですね。便利ですね。おお、すげえ。へえへえ、なるほど。でここの真ん中のところに肘を作ると思うので、まあ、まずは編集モードで入っていただいて、編集、はい、でですねループカットで真ん中のところに一回クリックしてください。はい、次にですねこのここのすごいそばに線を追加したいんですね。なのでベベルを使いましょう。ベベル、はい、そのままベベルっていうアイコンが左にあると思うので、はいはい、それを押していただいて、ちょっとこの黄色い出っ張ってるやつを引っ張ってください。ちょっとだけ。おお、なんだ。でこれを4分割したいので、このセグメントっていうところの数字をですね3まで増やしましょう。こいつを3にする。おお、なるほど。これでですね、あの肘のこの出っ張ってる側って結構その曲げた時にバキンと割れちゃうので、うんうん、これくらいは細くなってる方がいいんですけども、なるほど。あの肘のこの何て言うんでしょう、注射打つ側というか、あまり細かく割れてる必要はないんですね。こっちってへこむだけなので、うんうん、なのでこっち側だけ減らしたいというちょっと特殊なことをしたいんですね。ほうほう。なのですが、今ってこの頂点をどんどん減らしていくのなかなか難しいと思うんですよ。で一回やってみましょうか。まず移動ツールに入って、それですね頂点選択にしたいので、あ、なってますね、頂点選択になっているの で、 そうです、ね、はい、例えば頂点を2個選択して、なんか1つどっかその辺の肘の割れてる頂点をポチッと、で次もう1個押していただいて、あ、シフトキーを押しながら押していただいて、 M キーを押すとマージっていう字が出てくるんですが、最初に選択した頂点にってやるとこんな感じでやっていくと、ほうほう、なんかこの肘の内側だけ減らせるなっていうのはなんとかわかると思うんですが、この膝の表側の方だけ割れてるんですが、残りちょっと斜めになって後ろがつながってるみたいな。ああ、なるほど。こういう状態にすることによって変形しやすくなるんですね。うん、だからここも同じように、はい、こんな感じでマージで最初に選択するのちょうどこんな感じでいいってこと。あ、そうですそうです。ただですね、結構これ全部やっていくとそれなりにめんどくさいのと、はい、あとこうキャラクター作っていく際にどんどんこの頂点くっつけたい時ってあると思うので、ちょっとそこを説明したいなと思います。はい、それがですねこのスナップっていう機能なんですけども、画面の上のところにこの磁石みたいなマークがあるんですね。ここの磁石を押すとスナップが有効だよっていう状態になるんですけども、はい、その状態で横にこの四角が3つ並んでるアイコンがあると思うんですが、頂点っていうのを選んでください。頂点、はい、選びました。そうするとですね、移動すると勝手に近い頂点にくっつくんですね。おお、本当だ。はい、ただですねこれって同じ位置に来ただけでポリゴンが減ってるわけではないんですよ。頂点が同じ位置に二重に重なっただけで減ってはいないので、さらに設定でですねこの自動マージというのを使います。 N キーのこのメニューのところのツールっていうところを開いていただくと、そうするとオプションの中に自動マージってありますね。はいはい、ここにチェックをつけるとですね、移動すると勝手にくっついて頂点が一つに減ってしまうんですね。すげえ、これは便利ですねそうですね、これ便利ですよね。これでこの増えすぎた頂点をどんどん減らしたりすることができるんですよ。なるほど。これ曲げた時にちょっと進化を発揮するみたいな感じなんで、今はちょっと分かりにくいですが。なるほど。あとですねスナップなんですけども、この磁石のマーク外していただいたとしてもコントロールキーを押してる時だけ自動スナップするんですね。コントロールキーを押してる時だけ。おお、同じことができるってことですね。そうですそうです、一時的にスナップが有効になるんですよ。へえ。これを使うとですね、あの、まあ、スナップ毎回切り替えなくても一時的にスナップ切り替えれるので、かなり早く作業もできるって感じです。これいくつぐらいの面をこういうふうにすればいいんですか。12拡張だったのでその半分だから6頂点かな。6頂点。これはなんかミラーで反映しなくて大丈夫なんですか。これはですねもう反対側の腕にも反映されてます。あ、そうなんですね。はい、全然こっちにはなんか割れ目がないんだけど。
あ、そうですね、ちょっとパッと見ても分かんないんですけども、ちゃんと割れてます。なるほど、できました。なんかめちゃくちゃ順調です。本当ですか？、はい、これちょっと 腕の強弱つけたいなっていうか。そうですね、ぜひお願いします。あれ、周りを選択するやつってオルトじゃなかったでしょ？それがですね、そうなんですよ、今これ三角形が入り込んできたことによって、うん、ループ選択ってできるのが実は四角形で構成されているところしかつながりとして判定されないんですね。ああ、そういうことなんですね。はい、なのでみんな四角形で作れっていう話をするんですけども、なるほど、ちょっと変形のことを考えると三角形も入り混じった方がちょっと設定しやすいんですよ、うんうんうん、で今回例えばその新しく追加しちゃったのが早いかもしれないですね。なるほど、じゃあループカットってことですね。はい、ちょっとここが絶対なんか長方形になっちゃうのが気になりますね。このさっき作った肘の部分の太さを変えられないってことですよね。ループ選択が使えないので一時選択するんですが、裏側を選択し忘れるといけないので、画面のですね、右上の方のこの丸がたくさん並んでるアイコンの一番左のワイヤーフレームみたいなアイコン、あ、はいはいはい、これを押していただくとちょっと半透明の薄い表示になると思うんですが、この状態であればこの裏にある面も一緒に選択できるので、まあ正面からこう範囲選択を使ってポチポチと選択するって感じになります。これがちょっと選択しにくいっていうのもあってですね、肘とかはちょっと実は最後につけた方がいいのかなっていうところはあるんですけども、まあ、そうですね、最終的にはこの頂点を一個一個動かすみたいな、そうですよね、モデリングがめんどくさい作業になってしまうんですけど、最終的にはこういうのの繰り返しになるんですよね。そうですね、最終的にはそういう繰り返しどうしてもなってしまいますね、はい、ただ最初のうちはなるべくこのループカットとかを使って大まかに形を整えるみたいな感じで、うん、まあ、最初からこの回とかやっても意味ないですもんね。そうなんですよ、はいはい、わかりました。まあこれでとりあえずよしとしましょう。はい、指とかをちょっとじゃあ作り方をお話しします、ね、はい、指は結構作るのが大変な部分の一つでですね、さっきちょっと指は八角柱で作るといいよっていう話をしたと思うんですけども、理由がありまして、八角柱で作るとなんかこう四角とつなぎやすいんですね。ほうほう、何もないところに作った方が早いと思うので、一回このキャラクターが見えてるのは無視してすごい大きい手を作っちゃいましょう。なるほど、選択されてる状態で、まあ、押し出し、はい、領域ってやつをちょっと一回だけ押し出してください。ここを一旦丸くしてしまいたいんですね。おーおーおー、なんだこれ。くっついているような気がするんですけどね。どうなんだろう。あ、いいですね、バッチリです。おー、増えた。おー、簡単にできた。